現在、日本郵船歴史博物館では、企画展1960竣工高度経済成長期を支えた貨物船を開催しております。本展では、2020年に竣工60周年を迎える1960年竣工の当社の貨物船を取り上げています。1960年の日本は、戦後の混乱も落ち着き、高度経済成長期の真っ只中、従来の貨物船だけではなく、ある貨物に特化した専用船が登場し始め、数年後にはコンテナリゼーションを控えた、まさに過渡期といえる頃です。一方で、氷川丸引退による客船事業からの撤退という大きな出来事があったのもこの年でした。1960年に竣工した船の航跡をたどると、この時代ならではの船の役割や特徴が見えてきます。なかなか取り上げられる機会の少ない高度経済成長期に生まれ、支えた船たちを見にいらしてください。